まあ、社会貢献になるかどうかわからないですけども、いただいた副賞を、地元の群馬の、児童施設の方たちで分けてもらったりだとか、お米もね何百キロっていただくんで、お裾分け的な感覚で、皆さんにってことで、配ったりだとか、あとは谷口さんのお手伝いで、谷口さんの地元のジュニアの、ゴルフスクールに、行って、ジュニアの子たちと一緒にこうなんていうんですか、パター勝負したりだとか、あとはやっぱりもうそれよりももっと上の競技志向の子たちがやっぱり来てたんで、まあ、谷口さんが打った後のウェッジを見て、ほら実はこんなところで打ってるんだよとか、そういうのを 見させてあげて、実際に見ないとわからないじゃないですか。やっぱりそういう細かいところとか、伝えてあげたいっていうのもあって、手伝ったり、そういうイベントに参加させてもらったりはしてもらってます。やっぱりゴルフでね、ずっとこうやって長いことプレーさせてもらって、その中でやっぱり何か返したいなっていうのは僕の中でも思ってて、あ、こういうことできるよねっていうところからですね、じゃあ、もし、必要だったら、必要というか、なんていうんですか、喜んでもらえるんだったら皆さんでっていうのがきっかけですね。そうですね、やっぱりゴルフを通して何かを返したいので、僕が思ってるのは例えば2つ、まあ、会社があったり個人があったりいろいろあるんですが、2つの関係を強くするためのプロゴルファーっていう、なんかそういう人と人と間をつなぐような、そういうことはしていきたいなっていうふうに常に思ってて、ゴルフってやっぱりどうしても数が出るじゃないですか。でその中で一日を通してこうコミュニケーションを取って、仲良くなるっていうのがゴルフの一番のいいところだと思うんですね。でそれをじゃあ僕が入ることによって、もっともっとその2人のつながりが強くなったりだとか、2つをつなぐっていう間に入る、そういう役割が僕でできたらなっていうふうには思ってます。皆さんのアクションを聞かせてください。ディスカバー・ユア・グリーン。